恐怖の正体、山川正雄。だから私は死体なんか怖くはないって言ったんだ。私には人間の生命ってやつが不気味なんだ。何をしでかすかわからないし、それは恐ろしく、むごたらしく、機械で、醜悪なものだ。私の怖いのはそれだ。前々から私は、ただ、そのことだけを言い続けてきたんだ。喉仏の突き出た、痩せた若い男は、そう言うと、コップの水を一息に飲んだ。彼は小柄で、負けた犬みたいな、おどおどとした目つきをしていた。が、その目は急に、公然と輝かせて、早口に喋り出した。ところが奴はその私を、私の恐怖を全然理解できなかった。奴は馬鹿か狂人か、その両方かに違いないんだ。まったく、悪い奴にとっ捕まったもんです。彼と知り合った動機ですか？それはね、奴の細君を通じてです。彼の妻は私の小学校の同級生で、金がないので家にあった時代物の指輪や首飾り、誰のものかは知らないが、親父の代からあったんです。その買い手を探している私に、古道具屋なら夫がよく知っているから、と親切に言ってくれたんです。道でひょっこり会いましてね、一月ほど前のことです。細君は早速、その日の夕食に招いてくれ、奴に引き合わせました。寒い夜で食事にはすき焼きが出されたのをはっきりと覚えてます。だがその夜以来、私は彼に見込まれてしまったんだ。私は臆病者じゃない。だから初めから説明付きで、差し出されたんだったら私も笑ってそれを冗談の種にもできたでしょう。だがそれはあまり突然だったんです。細君が何かのようで台所に立った間でした。私は彼にそっと裸の女の写真を手渡されて、てっきりこれは細君には内緒のエロ写真だと思い込んだんです。真っ裸の女がこちらを向き、五六人並んで突っ立っている写真で、人並みに私もニヤニヤして見入りました。女たちはさすがに恥ずかしいのか、目を閉じ、わざと無表情な顔を作り、まるで後ろの汚れた板塀にへばりついているみたいでした。あんた、そりゃ、縦だよ。こう、横にしてみるんだ。低い声で彼に言われ、私は写真を横にしてみて、どうやら一人ずつ写真をくっつけてあるらしいのに気づきました。とさらに彼は言ったんです。そうそう、面倒だから一緒につなげてあるんですよ。ね。よく見てごらんなさい。一人ずつ、細長い台に寝ているでしょう。これが検視台なんです。一瞬私はよく意味がつかめなかった。するとメガネを直しながら覗き込んで、彼はひどく嬉しげにクックッと笑いました。さてと、じゃあこの端っこのから行きましょうか。これはね、これは役札です。22歳。パンパンでね、その夜初めての客に殺されたんです。ね、この喉、ここに黒い指の跡があるでしょ？その次の跡、これはガス自殺だ。私は写真を放り出した。別に怖かったのじゃないんだ。びっくりしただけの話で、ただ初めて私は彼がその土地の警察の鑑識課員だったのを思い出したのです。
こんなのただの棒切れと同じですよ。呆れ顔で彼はさも軽蔑したように笑いました。じゃあこれ何かわかりますか？私は用心して横目で眺めてから手に取りました。死体でも血痕や傷口でもなく、私は安心しました。ちょっと気味悪げな真ん中のくびれた瓢箪型のものです。なんだかぐにゃぐにゃした肉のようで、端の方に一面に白い細かなブツブツが見えます。わかった。アミーバーの拡大写真ですね。へえ、そう見えますかね。彼はまた声を潜め、一語一語区切りながら、はっきりと私の耳に言ったのです。これはね、締め殺された女の舌です。舌？とっさにその肉片は彩色され、私にすべてのイメージが浮かびました。気づいたとき私は仰向けに畳に寝ていました。私は奇声を上げ、気絶していたのでした。突然、爆発するように彼が大声で笑い始め、トンネルの中にいるみたいに、その咆哮は私の全身に響きました。その日、サイ君が奴を叱りつけて、そのままで終わりました。もちろん私はもう牛肉を口に入れる気にはなれなかった。その経験が彼にはどうやらこよなく楽しいものだったらしいのです。それからというもの彼は、まるで舌なめずりをするみたいにして、機械あるごとに、いや、機械を作ってまで私に死体の写真を見せ、その度に示す私の恐怖の表情を楽しもうとし始めたのです。例えば家族のアルバムを見せるという、事実そうなので安心してページを送っていると、その中に切り刻まれた男の惨殺された死体写真があったり、首をちょん切られた女の胴体の写真が挟まれてあったり、という具合なのだ。一緒に古道具屋を回っていても、喫茶店で一休みをすれば、必ずそんな写真を出します。警察に私を呼び、何とかして解剖室に連れ込もうともしました。私がそれを避け、彼とは街角でしか約束せず、どこでも一休みしないことに決めると、今度は歩きながら不意にポケットから写真を出し、私の目の前に突きつけます。その度に私が悲鳴を上げ、失神しかけるのが、彼には何とも言えぬ甘美な快楽らしいのです。彼は私が貧血を起こすたびに、まるで悪魔の外科のように、高らかな、楽しげな笑い声を上げて、嬉しがるのでした。だが私は断じて死体が怖かったのではないのだ。このことはぜひ、わかっていただきたい。名誉にかけて言うが、私は死体なんか一つも怖くはない。怖いどころか私は生きている人間より、死体の方がずっと好きだ。ずっと安全で清潔で、安心して気楽に付き合えます。嘘じゃない。強がりでもない。私は正直な人間だ。私はただ、自分をごまかすことができない男なんです。繰り返すが、私の怖いのは、生きている人間。いつ爆発するかわからない。核火山みたいな危険で周回なその内部であり、そういう理不尽な人間の生命なのだ。私はそれが怖い。その唐突さ、生々しさが趣味に合わない。私は生きているがゆえの人間の苦悶とか苦痛、つまり生命というやつの不幸やその
生臭さを感じ取ることが嫌いなのだ。私は気の優しい男なのだ。だが彼は、私がいくら口を酸っぱくしてそれを言っても、頭から分かろうとはしないのです。どうしてそれを分かってはくれないのか。まったく、始末に負えぬ男でした。私は、早く彼と会わずに済むようになればいい、とそう心から願いました。が彼は、いい店を見つけた。今度こそ高く売れる。と言って私を呼び出し、いやー、もっと高い値をつける店を見つけましょう。と言っては、虚しく私を返すのです。確かに彼の顔がなくては、値段は半分にもならない。やむなく私は彼に引っ張り回されていたのでした。そうして今日、やっと指輪と首飾りは現金に変わりました。え？ 7300 円です。想像以上の値段で、それも彼が横についていて、古物売買の前歴のある亭主を脅してくれたからです。私はほっとして彼に感謝しました。そうしてついでに彼へのお礼も今日のうちに済ませようと思いついたのです。彼は私を怖がらせるのにも飽きてしまったのか、今日は珍しくおとなしかったのです。私たちは小さな酒場へ行き、ビールで乾杯をしました。私はあらゆる人々に感謝したいような気持ちでした。もうすぐ一切は無事に終わり、私はもう二度と彼に恐怖を覚えさせられることもないのだ。私は礼を言い、約束通り2割の礼金を渡しました。彼はカバンの中にそれを収め、じゃあこれを、と言いました。私は彼が受け取りをくれるのだと思ったのです。私は叫びました。椅子を蹴倒して逃げようとしていました。迂闊にも私は彼の性癖をすっかり忘れていたのでした。が、私は身動きもできなかった。柔道三段の彼の腕が金剛力で私の首を抱え、ウキウキした彼の息が私の頬にかかりました。さあ、よく見るんだ。どうです。ちょっと面白くありませんか。いやでも私は見なければならなかった。箱詰めになった少女の美卵した死体の天然色写真。少女は手足を折り曲げられ、顔が崩れ、剥がれた皮膚に点々と蛆が湧いて、それが大きな四つ切りの印菓子いっぱいに拡大され、私の鼻先で震えているのでした。私はもう声も出せず、急速に頭が白く冷えていった。彼はさも嬉しそうに交渉して、素早く次の写真を出します。ほら、これは。斧で立ち割られた老人の顔、額に斧が埋まり、赤黒いおびただしい血の塊の中に、一つだけこちらを見つめている目。ほら、これは。胴体を深々と十文字に切り裂かれた裸の若い女。包丁が女のももに突き立ち、ぱっくりと開いた腹。赤く青く光っている内臓。私は喘ぎました。ほら、これは。殴られ、ぐしゃぐしゃに潰れた女の首。剥き出しになっている上下の白い花見。ほら、これは。ほら、これは。もういい。もうたくさんだ。もうごめんだ。私は叫び、夢中で目の前の写真を振り払いました。繰り返し繰り返し、私は全身でもがきました。意識が暗くなって、自分の絶叫が遠い他人の声のように耳に聞こえました。私に
そして盲目で、つんぼで、推しの時間がやってきたのでした。死んでる。足元でバーテンが低くそうつぶやき、途端に私の手から何かが落ち、床に転げました。ビール瓶は、底が欠けていました。やつは、仰向けに床に倒れ、死んだ金魚のような唇になって、みるみる広がってゆく濃い血の地図の中に頭をつけていました。ふん、棒切れじゃないか。ただの。自分の声の震えていないのがわかりました。私と靴先でその棒切れを押してみました。何の旋律もなく、もちろん一つも怖くはなく、むしろ私はやっと真の自分を取り戻したような安定を覚えました。私は大きく息を吐いて、そうして一人ごちたのです。だから私は死体なんか怖くはないって言ったんだ。私には人間の生命ってやつが不気味なんだ。何をしでかすかわからないし、それは恐ろしく、むごたらしく、機械で、醜悪なものだ。私の怖いのは、それだ。私は死体じゃなく、ここに感じられる人間の、突拍子もない生命の不思議さ、残酷さが怖かっただけの話なんだ。あんたも今こそ私の恐怖の正体が、わかったろう。痩せた小男は言うだけのことは、すべて話したという顔で黙り込んだ。机を挟んで彼の前に座っている聖望の男が尋ねた。よし、これで調書はいい。ところで君の職業は？都の職員です。火葬場に勤めています。火葬場？ほうすると君は怨霊かね？世間ではそう言います。と男は、喉仏をギクギクと動かしながら答えた。生まれつきの父の代からの職業ですけど、今では死体焼却夫というのが正式の呼び名なんです。彼の目は、再び、おどおどとした負け犬のような、それに変わっていた。